始めるから散歩。何お願いします。すごい散歩ダメでしょ。みんなさん大変だよ。終わらないわこれ。ジブラスをこんにちは、ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズの北野監督韓流島のケトを見ていきたいと思います。もしこの動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。 OK, ini adalah video dan video maka belanja bisa Jepun semua jenis cuma yang kiyo.大丈夫です。温泉さん大丈夫？ OK です。あ、出てないからね、俺サクラ OK です。なになに始めるから散歩、はい、新899南竜島行きます。監督お願いします。お願いします。監督お願いします。はい、おはようございます。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 いいの？はい、行くよ。はい、最後。はい、なになんすかね、役者がいないからバカ。あらじゃないだろお前。すいません、寝てないもんで、ごめんなさい。佐渡、はい、すごいなんか31年です。すいません、今すぐ呼んできます。先生、先生、あ、先生おはようございます。おはよう。おはようございます。お願いします。おはよう。最初のシーンですけど、相手が来ますんで、座っていただいて、座っていただいて、こうでしょ。敵がどっちからか分かりません、で、何気なくイライラしながらこう海を見ると。お、ね、お行きましょう、じゃあこれもうちょっとリハーサルもう一回、はい、よーい。すごい辛くりみたいな。なんか紐つけてる。海を見るんだろ。海は何もないですから。パッとあれやすぐ分かるんで、ボワーっとした感じですから、おっという、これどこかなっていう、でも気合が入ってますから。皆さんもう一回、はい、よーい、ちょっとそれバカのひながぼっこじゃない。バカのひながぼっこじゃないんだから。うわーっていう感じで今聞いたんだけど。あ、いいですね。こうしましょう。今のは後にして、寄りましょう。あ、顔、あ、うん、これもうしょうがない。いきなりほんま言いますか。ありがとうございます。もっと上、もっと上入ってね。はい、はい、よーい、だ。ダメでしょ。先生、先生、な、先生、お疲れになってたんですよ。ショックだろ。カメラが来ますから。先生は近づいてからっていいですか。ここちょっと待って、カメラの方で近づきます。はい、すいません。もう一回行きます。アップ来た、よーい、はい。カメラの方で信用できんのだよ。俺が来てることがあるもんな。すぐだよね。寄りますから。このカメラ自体は動かないんですけど、レンズでこう寄りますから。大丈夫なの？ずーっと寄ってます。アップ来てんのかい？来てます。見なきゃグッと睨んでいただけます。汗、はい、すみません、降ります。失礼しました。はい、すみません。顔が感じるんだよ。いいですか。はい、はい、はい、よーい、はい。どうしても前に来たんだよ。分からんだ。どうしても合ってんの。よーい、スタートで、敵がパッと現れますから、ね、ここでパッと睨んで。なるほど。せんかと。はい、分かりました。役者来てんのか。あ、いや、来てます。あ、お願いします。お願いします。おはようございます。よーい、スタート。3つ数えて。はい。ここ入って。わかりました。お願いします。おいで、カメラさん。はい。ね、ここだから、肩舐めますから。うん。肩舐めます。よーい。はい。1、2、3。声が聞こえてたのか。
心で数えなさいよ。すいません。一二三。すいません。みんな三回目やったよ。バカ。よよ。断れってね。何が裏やもんね。肩舐めるか、いや、ここが入るっていうカメラ。舐める必要ないのか。肩が、あれ、ちょっと入って映るってことか。あ、もう昔からそういうタイプ。肩舐め。まあ、先生そのままで、パッと、目が合った、セリフです。お願いします。はい、OK、はい、用意。マコ、甘えてばかりでごめんね。ミコはとっても…違う、それは何が違う、ライトショーを見つめてんじゃねえか。ああ、これか。カンペ、カンペ、すいません、今、カンペ。終わらないわ、これ。よし、はい。チサム。ゾウ。種何言ってんの。お前は遅い。はい、担当が逆だろ。バカ野郎。あらま。あらまじゃない。俺二玉ぐらい気が通ってない。分かった。待ちかねたぞ武蔵。いや、一回多いな。あれ、待ちかねたぞで、ここの上、後ろの方がいいんじゃないか。ここだから見ちゃうんだよ。あ、そうそう、すいません。待ちかねたぞ、武蔵。うんうんうん。じゃあこっちだよ。はい、じゃあこっち。はい、どうぞ。待ちかねたぞ、武蔵。かまずつ見ちゃうんですけどね。もう覚えた。待ちかねたぞ武蔵。落としたの小次郎。先生、なんで抜いちゃうの。こんなのこれショートじゃん。こっちこっちこっち、こっちを抜いて、なおかつ切っちゃダメ。やられるんだ。なんで？なんで？俺負けんの今日。負けるんだけど、その理由があるから。うん。ね。だから、お前と武蔵に待ち構えたら、パッと抜いてる。うん。それで、こっちのセリフがあるから。うんうんうん。小次郎をやめたり、こう来る。うん。はい、よーい。はい。はい。待ちかねたぞ、武蔵。なんだ。見てくださいよ。あの結婚器具じゃないんだよこれ。こっち抜くときにこっちをこう引っ張って。ああ。そのまま抜くと抜けないからこう引っ張って。抜けますよ。はい。今ね。はいよ。はい。喉痛くなっちゃう。待ちかねたぞ武蔵。待たせたな、小次郎。切っちゃダメだって。そっちもセリフ早く言えよ、お前。ダメだよ、切られちゃうんだから。はい、すいません。いいシーンですから、ちょっと、ためて。ためて、ためて。お願いします。はい。いや、ぐーっとためてください。ためていいと。どう、来たら、待ちかねたる武蔵は、そんなに早くやるっていいぞ。うん。ぐっとためて。ためてな。お願いします。はい、行くよ。はい、はい、よーい。だ。待ちかねたぞ。これもそうじゃないんだよ。長いんだよ、セリフを食べようと。言う前に食べない。あ、言う前に食べる。待ちかねたぞ武蔵。武蔵、待ちかねたぞの前を、ぐっと食べる。
分ぐらい。もういいでしょ。でももうちょっと。はい、よし、はい。お願いします。はい、お願いします。よい。はい。持ちくれとどむさしよ。待たせたな、小次郎。いいえ。先生、そんなセリフないですから。いいえなんてなかったんですよ。いいえは、いいえはない。そう、場所は違いですんだ。なんか、刀抜いて、うん、抜いて、あの、こう、これ、ファイヤーを。もっと長くなるぞ。はい、何か。よーい。はい。待ちかねたぞ、武蔵。待たせたな、小次郎。小次郎、破れたり。なんで？なんにもしてないな、俺。だから、うんって顔して、なんでの理由はこっちが言うから。ああ、そう。なんでって言うんだよ。そうです。これ、サワーを捨てたら、それが理由でお前は負けたって武蔵は言います。あ、理由があるの？理由がある。なんでって聞かなくていいですか。何を言い出すか。ちょっと言えますから。何を言い出すか、こいつはこういう感じ。よい、たぞ武蔵。頭それもう前の使えんだろ。走らないと流れないですから。胴文字でもね、胴文字もちょっとずれますから。待ちかねたって言ってくださいよ。ハートンちゃんだから。はい、行きましょう。はい、よーい。スッと89。待ちかねたぞ武蔵。待たせたな、小次郎。小次郎、破れたり。武士の魂ともいうべき刀を収める鞘を捨てるとは、二度と戻さぬ覚悟とみたり。いや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 、そういうわけじゃないね。そういうわけじゃない。鞘捨てんのやめよう。落語の印象じゃないんだ。鞘捨てたら負けちゃうんだろ。鞘、映画ですか、先生。鞘捨てて負けるってのは、だいたいあの武蔵と小次郎の話ですから。ね。お願いしますよ。小次郎が破れたりしたら何って顔して、一人やってないよ。ボケないでないよ。お願いしますよ。一つやっていけないこと分かってますよ。用意、はい、スタート。汗。すみません、入ります、入ります。申し訳ないです。汗はさ、先生が言う前にやってよ。すみませんでした。はい、用意。はい。待ちかねたぞ武蔵。待たせたな、小次郎。小次郎、破れたり。武士の魂とも言うべき刀を収める。それをやめて。それこれをやめてって言ってる。いや、セリフのほら、あの、返せるわけだ。返せるのは分かるけど、心の中だけであって、表情であまり出さない。今もうストレートに剣豪を取れてくる。剣豪ですか。だから、相手の言ってることはよく分かるんだけど、そんなに態度で出しちゃいけない。そういうことか。迷惑する。はい、はい、もう一回行くよ。はい。待ちかねたぞ武蔵。待たせたな、小次郎。小次郎、破れたり。武士の魂とも言うべき刀を収める鞘を捨てたとは、二度と収めぬ覚悟とみたり。だって、もっとひどくなった。もっと言ってます。じゃもう何もしない方がいいか。もう何もしないで普通に見ててくれば。もうでね、もうこうしましょう。この顔見出すの、ここの喉元をずっと。あ、できるじゃん。今までこうなってたの知ってたよ。何気なくおぼろげにこんなおぼろげにな。はい、できるじゃん。できるじゃん。おー、マジで。はい、待ちかねたぞ武蔵。待たせたな、小次郎。小次郎、
破れたり。うまくいきましょう。まあ、そこの言うべき刀をさやみに収めることができるということは頼みますよ。今おぼろげなんでしょ。今おぼろげで笑ってます。おぼろげが分かるんですよ。おぼろげに似てるなって感じがするんですよ。おぼろげにやってくださいって言ったんで、表情変わっておぼろげじゃないです。あんまりおぼろげ切られちゃいますから。ね、そうだな。まあ、そうだね。もう決めてないよ。決めて。よ、はい。お願いします。よーい。さあ行きましょう。待たせたな、武蔵。いやいや、待ちかねてもらわないと。先生がずっと待ってて。武蔵のマイクなんか座ってるんですよ。先生は後からしてるか。こうしよう。もう、あのね、先生、セリフなし。なし。もう抜いて、肩、さ、あの、鞘振ってるとこから。あ、はい。じゃあもう立ち上がってるから。鞘振ってる。鞘振ってるよ。はい。よーい。いやいや、俺の責任じゃないですよ。ちゃんとしないよ、お前も。いや、こいつが真面目に。こいつ先生に。大丈夫ですか。すいません。すいません。すいません。はい、よいよいよい。よい。はい。小次郎、破れたり。武士の魂とも言うべき刀を戻す鞘を捨てるとは。二度と物さず覚悟飛びたり。お、おまくく。ま、スキャーや。いてえよ、おら。いてえよ、おら。もう、出てやめ。出てやめ。皆さん、どうでしたか。楽しかったと思います。すごい長いコントのあの面白いいやー本当にもうこれ見た一番最初のナリトのあのリアクションが、うん、すごくテレビで働いていた頃思い出しました。そうですね、5、6年間前辞めましたね、の仕事で。 それ本当にもう自分がその中のような感じで、いろんなこれを見ながら面白い笑うながら、いろんな思いで思い出したんですね。やはりね、あのテレビ業とかそういうあの、うん、お笑いさんとかでもそうだし、映画とかは多分、まあ、みんな似てるんでしょうね。さっきの動画みたいな感じ、もうたった一人だけなかなかできないと、もうみんな全員仕事終わらない。それはね、すごくいろいろ思い出しちゃうはい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。また新しい動画でお会いしましょう。チュンブリブリー。